どうも大之助です。今回は繊細な感覚を持っている人の話について話していきたいなというふうに思います。で、皆さんも繊細な人とか HSP って最近聞いたことありますか？耳にする機会が増えてきたなっていうふうに思うかもしれないんですけど、 HSP ってハイリーセンシティブパーソン、要するに繊細な、直訳すると繊細な人ってことなんですけど、感受性が高い人たちのことなんですよね。視覚情報とか聴覚だったりとか、あと人の気持ちを察する能力が非常に高くて、ものすごい疲れやすい人たちのことを言うんですけど、代わりに能力が高かったりするんですけど、あまりある能力を使いこなせずに、心と体をどんどん潰していく人たちが多いっていう、非常に使い勝手の悪い能力を生まれつき持っている人たちが、全体人口の、20% ぐらいだったかな、多くて。だから4、5人に1人ぐらいはそういう HSP の人たちがいるんですよっていうのを皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけど、各世代の世も結構その HSP の傾向が強くて、まずは視覚ですね。情報感受性が強くて、目がすぐ疲れちゃったりとか、人混みがめちゃくちゃ疲れちゃったりとか、あと聴覚ですね。他の人たちよりも、ちょっとした音がすごい気になっちゃったりとか、すごいびっくりしたりとか、仰天したりとかすることが多いっていうことだったりとか、あとは、人のたくさんいる環境の中にいるとめちゃくちゃ疲れるんですね。例えばショッピングモール歩くときとか、目の前の人たちの顔の向きとか体の角度、速度とかを勝手に多分無意識が計算して、このまま行くとぶつかるなとかで脳がフリーズ、その情報型で情報が、脳がフリーズしちゃうみたいなこととかもあって、そういうのは、僕のあくまで経験なんですけど、僕の友達でも、触覚がすごい過敏な友達がいて、枕とか服のタグがものすごいチクチクして気になって全く眠れないみたいな友達とかもいるんですよ。で、何が言いたいのかというと、じゃあ、大之助のことを花よりも蝶よりも丁寧に扱えって言っているわけではなくて、全くそういうわけではなくて、結局、自分の、人生と配られたカードと戦うしかないから、自分のその個性を、自分が頑張れない理由にするのか、それとも、高く飛び上がるための助走にするのか、武器にするのかっていうのは個人次第なんですよね。で、大之助自身は、その感受性の高さとか別に武器に変えれるような、になったなっていうふうに思ってるんで、全然そんなつもりはないんですけど、言い訳をしたいっていうつもりじゃないんですけど、その繊細な友達、HSP 傾向のある、友達たちからもまだ一切共感を得られてないような、僕の体験というか経験というか感覚があって、それが、イメージトレーニングとか僕しょっちゅうするんですけど、運動音痴を克服したいっていうのもあって、幼少期から体育の授業の前とか、下手な横好きですけど、サッカーとか、バスケとかバレーとか好きなんですよね。で、体育の授業の前の授業、工具の授業受けてる時とか、頭の中で、次サッカーの授業だなと、ドリブルするときに、内側にちょっと重心を傾けてフェイントをして、相手が体引きつけられたときに反対側に抜け出そうみたいな風に頭の中でイメージするんですよね、バスケとかも。で、そんなイメージを、してたら、自分の、想像の中で自分の体を動かすイメージをしてたら、心拍数が高まってきて、実際息が切れてくるんですよね。みたいな。で、隣の人たちから見たら、急にこいつ、っていう風に、高校の授業を受けてて興奮してるぞ、こいつやべえなっていう風に思われちゃうから、あんまり激しくイメージトレーニングとかしないんですけど、ただ、体育の授業というか、体を動かすの好きだし、そういうイメージトレーニングとかしょっちゅう、ずっと学生の頃とかしてたんですよね。で、この話とかをもちろん繊細じゃない人たちに言うと、お前やべえなっていう風に言われるし、繊細さんの人たちにも一部こういう話しても、いや、ちょっとわからんわっていう、だからそもそもイメージトレーニングをする人たちが少ないみたいですね。大之助結構すぐ妄想癖というか空想癖が結構強くて、その自分の世界に閉じこもっちゃうから、想像力が得たからそういうイメージトレーニングをしちゃうのかもしれないんですけど、何が言いたいのかというと、そういうような経験あるよっていう人たち、よかったらコメント欄で教えてくださいという話でした。ということで今回は以上。